コロナウイルス、皆さん個人個人が防御するための一つの技を一つ皆さんに伝授してから、技って口癖を作ってくれる。口癖ってのは、神話の実践、神話の実践と神話の和解と、これを交互に唱えて、神話の実践、神話の実践、神話の和解、神話の実践、神話の和解。で、心の中で唱える。口に出してもいいです。自分の心は完全和解調和すると、不調和の部分と次元が合わなくなって、寄ってこなくなる。それは人間関係も同じです。自分がどういう心でいるかっていうのは、どういう友達がいるかというのにつながってくる。病気もそうです。病気もそうです。当然、病原菌も同じでしょう。全部この地球上にあるものを、基本は同じだということ。神話は自分の中にある神の心、仏の心、宇宙の心。それが本当の自分なの。それが自分、本当の自分なの。だから、ね、南無法蓮華経ってのは、泥沼の中のハスの花って。泥沼が人間の心だと思って。で、ハスの花が神話だと思って。で、泥沼の中のハスの花って順番が違うわけ。ハスの花が本当の自分なんです。泥沼は後から付け加えた自分なの。だから過去の記憶なの。だから泥沼の中のハスの花じゃ、いつまでたっても、ハスの花も泥沼の中に入れちゃうことになる。だから、ハスの花は神話だから、神話の実践とは泥沼が消えるんです。神話の実践、神話の和解って言えば、全部、泥沼が過去の記憶だから全部消えちゃう。ナミオムダ仏ってのは、あれ簡単に言うと、即身成仏ってね。私は仏、仏って言ってるのと思う。でも、仏、仏って言っても、この現実が待ってるわけ。この、ね、この三次元のいろんな問題があるわけ。でも仏は仏だけじゃ解決できない。私が言ってるのは神話の実践というのは、神話は内なる神だから、神話の実践は神との和解なんです。だから神話の和解と同じ意味なんです。この宇宙と和解するんです。この宇宙のすべてのすべてと和解する。すべてが敵がいなくなっちゃう。まあそういうことです。だからそこ、神話の実践とか神話の和解が、優れてるのはそういうことです。例えば飛行機でいうのは低空飛行で行くといろんなものにぶつかるじゃないですか。ガンガンぶつかる。このまんま人間関係とかね、そういうウイルスの面も同じだと思ってくる。やっぱり次元が低いところであるといろいろ向こうも敵だと思って向かってくる。他の動物だってそうでしょ。こちらが敵愛心持ってたら、向こうも敵愛心持ってる。言葉が喋る方が喋る前が。全部同じだと。こちらがどういう思いを抱えてるかによって。だから次元が高いっていうのは上がればもうぶつからなくなるじゃん。でもビルにぶつかる。もっと上がればビルにはもうぶつからない。山にぶつかる。もっと上がると何もぶつからない。自由自在になっちゃう。だから、ね、今皆さんに神話の実践と神話の和解を唱えるようにって言ったのは、その唱えてるだけで次元上がっていくからです。それを何回も試しました。間違いなくその場で次元が上がっていきます。その人はかからなくなります。悪夢を見なくなります。もういい夢しか見なくなります。でも、決して、ウイルスだけじゃないです、敵は。大変ね、あなたを苦しめるの。全く存在しないお化けにだって怖がる人いるじゃない。だから決して一つのものじゃない。でもね、本当の自分神話に目覚めたら、そのどれもに対処できるんだと。たった一つのこと、神話の実践、神話の実践、神話の和解を唱えること、これは全ての全てに、病気も含め人間関係も含め全てに対処できるんですよ、という、そういうことなんです。だから神話という言葉は普通なかなか 今までそれほどメジャーじゃなかった。故に広がりやすい可能性ある。例えば今までね、インフルエンザの薬だったら、インフルエンザだったらコロナには効かないなとか、ね、他の薬だったらこれだなとかさ、そういう印象が残るじゃない。でも神話の実践って、神話の実践って何だろうと、神話の和解って何だろうって言った時に、今まで知らなかった薬のように、
捉えられるように、またそれに対するだからこうなんですよということを伝えれば、むしろ広がりやすいんじゃないかなと、そういうふうに思ってます。もうそしてもう例えば皆さんが熱心が開発講座を受けたとか、そういうのだったら分かるじゃないですか。あれなんだなと一瞬でも体感する。だからその効果が抜群に違うわけ、まあそういうことです。